はい。ということで、こちら2階のエレベーターホールになっております。こういったね、セブンプレスターなんかも置かれておりますが、エレベーターは2機になっております。はい。9階建てですね。朝食の案内なんかもあります。はい。ここが、そして自動販売とかランドリーコーナーになっております。製品表示もちゃんとありますね。今日泊まらせていただくお部屋、216号室ということで、なんかね、ちょっと独特なインテリアでございますね。ボンプレッサー。ここにボンプレッサーの場所書いてたんですかね。はい。そしてここも上がるのかな。あ、なるほど。結構L字型で奥まであるんですね。今日のお部屋は216号室ということで、こちらがユニティになってます。ということで、入りました。じゃーん。スイッチオン。はい。ということでね、こんな感じの。エリジガンになっております。参りまして、すぐ、左側にこの細い感じで、ね、くぼみがありまして、そこにこういった形で、ハンガーが4つあります。で、その前にですね、全身鏡、ちょっとちっちゃめではありますけども、そこにですね、セベラと靴のブラシ、それから、こういった砂のスリッパも置かれております。で、その先、ちょっとね、かなり年季入っている感じで段差がありまして、ね、はい。水回りだと思います。せーの、ポン、おー。でもなんか水回り、ポットよりも広めですね。はい。しかも鏡も生きていいんじゃないでしょうか。ポット写真のワシレット。それから、パナソニックユニティのドライヤー。はい。アメニティ系はフロントフローから持ってくる形になっています。で、卵型の洗面台と同じように卵型のですね、こういった形のバスタブという形になってます。でもね、こういった手すりがあったりとか、ちょっとね、気使ってますよね。トート女性のシャワーになってます。はい、アメニティはですね、クラシエですかね。はい、ごめんなさい、トヨタにはクラシエになっているという形でございます。まあ、改装したっていうけど、まあ、水回りはそのままっぽいですね。はい。そして、まあ、鍵が切れるようになってました。床こんな感じはなんですね。お部屋こんな感じでーす。じゃーん。はい。なんかね、ちょっとね、昔の匂いがします。はい。というふうな感じになっております。はい。いう感じでですね、シンプルですね。ベッドがですね、110センチメートルの、シングルサイズというふうになってましたね。そして、ここに、テーブルとティッシュ。まあ、会員制の椅子ですかね。という感じですね。はい。そして窓があってっていう感じのシンプルですね。ちょっとね、壁のね、このワンクッションが、さっきのエレベーターホールと一緒ですね。で、テレビ。あ、テレビはちょっと新しめ、38インチか、そんぐらいのテレビでございまして。なんかね、ネット動画、外国語放送、クロムキャストができるようになってるようなので、新しいですね。はい。そして、ルームウェアが、いいのはこういったネットに入ってますね。一番ものだと思います。はい。それ以外で言うとですね、ここに照明があったりとか、ね。あとは、ここのところに、よいしょ、引くと、なんか、ここに、失礼しました。ですね、象印の電子ケトル、それから奥に加湿器までありますね。面白いね。そして、ここにちっちゃい冷蔵庫があります。これかなりちっちゃいね、ロッツさんのワンダータイプのちっちゃい冷蔵庫。そして、ここに、湯飲みとコーヒーカップ、両方とも陶器ですね。ただ、この飲み物のインスタント系のやつもアメニティと一緒に、1階のフロートロビーのとこ、1階というか、中2階っていうんですかね。中、ん?地下にありました。はい。最後、ここを開けてみましょうかね。せーの、ドン。こんな感じでございます。じゃーん。ということで、ここは大通りに割と面しているので、ちょっと眺望があるという感じでしょうか。はい。天井はね、ちょっとね、昔の建物なんで、240ないくらいかな。ちょっと狭めでございます。エントランス見るとこんな感じです。以上です。
今回泊まらせていただいたお部屋、エコノミーシングルというタイプのお部屋でございます。ベッドタイプがですね、105センチメートル幅のシングルサイズ。マットレスはフランスベッド社製です。食事の素泊まりで広さが 10.5 平方メートル。料金がですね、税込みで8250円でございました。選んだポイントは、老舗のホテルだというところと、2023年、まあ、今年ですね、リフォームがかかったということで、泊まってみようというふうに思いました。今回予約はですね、チャラン系で予約をさせていただいております。今回の部屋メンズ、こんな感じになっております。ホームページに、プランの記載ございます。これで言うと、左下エントランス入りまして、すぐ左側に、くぼんだところに、バス、ハンガーですね。その奥に、水回り、そして奥にテーブルとベッドという感じでございます。ベッドはシングルサイズ、机もちょっと小さめですね。ただ足元にあるテレビが大きめでございます。窓は、まあ、通常の部屋だとね、あんま眺望ないのかもしれないですけど、ゆきたまたま道路寄りだったので、ちょっと眺望があったという感じでございます。216号室西向きの部屋、面積 10.5 平方メートル。天井高もね、ちょっと古い建物なので、少し低め242センチメートルの部屋でございます。SDB の部屋データです。はい、部屋の広さがね、ちょっと狭いめ、ベッド幅が狭いかなという感じですね。あと Wi-Fi が、まあ、下りはまあ良かったんですけど、上りの方がね、ちょっと低速で、データアップロードするのちょっと大変でした。開業してから40年になる、老舗のホテルになっております。客室のバリエーションです。まあいろんなタイプあるんですけども、そこまで間違いない、タイプは雰囲気です。雰囲気はまあ同じような感じですね。まあシングルの狭いものと広めのもの、それから、ダブル、そして、ツインという感じになっております。こちらのホテルはこんな人向け、まあ、ビジネスプライベート双方対応できるホテルですね。喫煙ルームが、ありますので、喫煙者に向いてるかなというふうに思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。ホテル日本橋サイボーはですね、サイボー株式会社が運営をするホテルでございます。サイボーズではございません。サイボーです。ユッキーはね、もともと初めてこのホテルの名前見たとき、サイボーグから名前取っているのかなーなんて思って、ちょっとね、かなり未来型のホテルを期待してたんですけども、まあそうではなくて、この親会社のサイボー株式会社から取っております。まあ、ちなみにこの親会社のサイボー株式会社はですね、かなり古い、1947年創業の上場企業でございまして、もともと埼玉紡績という会社で、それを省略してサイボーになっております。まあ繊維の他にもね、時代に合わせて不動産とかね、いろんな事業を行ってるんですけども、ホテルはね、こちら、ホテル1983年古く創業してるのに、その後は、開業してなくて一棟のみという形になっております。ホテル日本橋サイボーの最寄り駅は人形町駅で、最寄りの出口からはね、2、3分ですかね。大通りに面してはいるんですけども、間口がね、ちょっと狭めなんで通り過ぎないよう注意が必要です。まあ、近くにはね、以前白レポで紹介させていただいております、ピアインプライム人形町とか、西鉄院日本橋、あるいはね、住所ホテルなんかがあるところでございます。まあ、ホテル林立エリアですね。1階にレストラン入ってまして、エントランス入るとですね、半地下に降りる階段がありまして、降りたところがフロントになっています。フロントフロアでですね、アメニティをピックアップして部屋に上がる形となります。はい、それではですね、ホテル日本橋サイボーのベッドチェックになります。こちらのベッドですが、幅が110センチメートルサイズ、長さが190と、まあ、ちょっとちっちゃめですね。高さが布団の上部で60センチメートルぐらいです。はい、今日のルームウェアですが、こういった形のね、一枚物のワッフル生地のルームウェアになっております。でも、まあ、綺麗です。はい、では、垂れ込んでみたいと思います。の。あ、ちょっと硬めですね。はい、ちょっと昔のマットレスという感じですかね。もう一回いきます。せーの。お部屋の方はですね、まあ何度かリニューアルされているようで、そこまでね、経年劣化感じなかったんですけども、ちょっとね、古い匂いだったりとか、ちょっとホコリっぽい感じはあったかなというのが正直なところです。あとね、バスタブの水はけ、こちらが悪かったですね。まあ、ベッドはね、シングルサイズで、机とか、窓も小さめでございましたが、まあ、テレビはね、入れ替えたんだと思うんですが、42インチのね、大型スマートテレビで良かったです。こちらのホテルはですね、1階のレストランで、970円でですね、定食の朝食を食べることができます。行き材です。こちらのホテルはね、アメニティが充実してます。通常のものの他にですね、化粧パウチ、女性だけじゃなくて男性用もありました。あとはね、入浴剤も数種類。そしてインスタント系の飲み物もですね、コーヒー、紅茶、それから、
お茶、こんなものがですね一通り揃っていたという感じでございました。ユキのレビューです。お部屋設備は普通だったのでさんさんとさせていただきました。水回りも普通のユニットバスだったのに、サービスは特に、無料のサービスとかもなかったのでさんとさせていただきました。環境眺望もね、まあ駅からはそこそこ近いんですけど眺望があんまり良、くないということもあってさんとさせていただきました。良かった点残念だった点ここに書かせていただいております。はい、触れてるので省略させていただきたいと思います。ということで総合満足度今回は B とさせていただきました。まあ何の変哲もないというちょっと言い方しちゃいましたけど、特に特徴のないホテルですかね、ビジネスホテル。週末だったからかレストランも空いてなかったんで、どことなくねちょっと寂しいというかされた感がありました。まあリニューアルはされてるようですけども、まあ、部屋もねテレビを除いては平凡だったかなと思います。おところでございます、今回割高とさせていただきました。まあコロナの時代はねかなり安かったと思うんで安かったんですけども、今はね定価だとその周りで8000超えします。まあどうしてもね近くのね、アパホテルとか東横インとか東急ステイなどと比べると見劣りがしてしまう部分があるかなというふうに思います。ということで金曜日の状況20棟書かせていただきました。はい、中間日しております。他のホテル興味のある方、動画の説明欄にですねリンク記載した人に参考にしていただけたらと思います。最後に夕食食べたところラーメンなんていうのかちょっとすいません何て読むのか分かんないはい、というところで、昆布のつけ麺あさりしたもの食べさせていただきました。すごいシンプルで、まあ、麺の量多かったですけどね、あんまりちょっとにもシンプルすぎかなというところも正直あってました。はい、ということでホテル日本橋細胞を紹介させていただきました。それではまた。